AI 絵本リスさんとドングリさんはお友達。森の中。リスさんは散歩しています。小さなドングリさんが寂しそうに歩いています。ドングリさんはいたずらをしてママに怒られたのです。リスさんが話しかけました。 リスさんとドングリさんはすぐに仲良くなりました。二人は森の中を探検して、一緒に遊びました。大きな川に突き当たります。川の向こうにリスさんのお家があります。リスさんはドングリさんをお家に案内します。 ところが、どんぐりさんは橋を渡ることができません。リスさんはどんぐりさんをおんぶしました。リスさんとどんぐりさんは無事に川を渡りお家に着きました。リスさんのママが、どんぐりさんに優しくしてくれます。 リスさんとドングリさんは楽しい時間を過ごします。ふと、ドングリさんはママのことを思い出しました。とてもお家に帰りたくなりました。リスさんは寂しいけれど、ドングリさんにまた会おうねと約束をしてお別れをします。 どんぐりさんは優しくしてくれたりすさんに、ありがとうと言って帰って行きました。どんぐりさんのママがお迎えに来ていて一緒に帰りました。りすさんはどんぐりさんが見えなくなるまで見送っていました。また会える日を楽しみに。 この絵本を読んでくれてありがとう。